こんにちは、パワミです。本日は20分でわかる Power BI の基本的な使い方を紹介します。本日の流れです。はじめに Power BI とは何かを簡単に説明します。次に Power BI の使い方の全体の流れを説明します。そして最後に Power BI デスクトップの画面を操作しながら一通りの操作方法をデモしていきます。Power BI の基本的な使い方を簡単に知りたい方は参考にしてください。このチャンネルでは Power BI、Power Apps、Power Automate など Power プラットフォームの使い方を紹介していきます。もしよかったらチャンネル登録もお願いします。でははじめに Power BI とは何かから説明します。BI とはビジネスインテリジェンスの略になります。ビジネスインテリジェンスツールとは、組織がデータに基づいた意思決定を行うためのデータ分析ツールです。Power BI はマイクロソフト社が提供している BI ツールになります。意思決定までの流れを下の絵に簡単に示しています。まず分析したいデータを収集します。次に収集したデータを分析し、その分析結果から最終的に何らかの意思決定を行います。この中で真ん中のデータ分析を支援するツールとして Power BI 等の BI ツールがあります。つまり Power BI はデータ分析を支援するツールで最終的に何らかの意思決定につなげるものになります。次に Power BI を使ったデータ分析の手順を簡単に説明します。すでに何の意思決定のために Power BI を使うか決まっている場合、最初にどんなレポートを作るか検討して必要なデータを収集するところから始めます。必要なデータを収集したらそれを Power BI に取り込んでデータ分析を行い、それをもとに最終的な意思決定につなげます。一方でまだ何の意思決定に役立てるか具体的なアイデアがないとき、とりあえず今あるデータを分析して何か知見が得られるか見てみたい場合もあるかと思います。その場合は、ひとまず今あるデータを Power BI に取り込んで、レポートを作成してみるのが良いと思います。作成したレポートを見ながら、もう少しこのデータも見てみたいという場合は、足りないデータを追加して、さらにレポートをブラッシュアップし、分析していく流れとなります。実際パワミも、何の役に立つかわからないけど、とりあえずこのデータを分析してみよう、という時もあり、この流れでデータ分析を進める場合も多いです。続いて、Power BI でデータ分析をする時の簡単な流れを説明します。Power BI の基本的な操作手順は、図に示したような5ステップになります。まずはデータを取り込み、取り込んだデータをレポート作成に使えるように変換していきます。扱いやすいデータは左図のような形式です。Power BI では左の表のように一つの列につき一種類のデータが入っているフォーマットが適しています。一方で右の表のようにセルが結合していたり、一つの列に別の種類のデータが入っているものは扱いにくいです。このような場合はデータの変換で左図のようなデータ形式にしていきます。データの変換後、複数の異なるデータを一緒に扱いたいときは、データの紐付け、リレーションを行います。そして、レポートの作成で取り込んだデータをグラフで可視化し、最後にレポートを発行、共有します。データの取り込みからレポートの作成までは、Power BI デスクトップで操作を行います。最後にレポートを発行、共有するときは、クラウド上の Power BI サービスに行います。Power BI サービスの利用は、職場や学校の組織アカウントが必要な点に注意してください。それでは、今説明した Power BI の基本的な5つの操作を実際の画面で行ってみます。今回は、総務省統計局にある世界の統計のデータから、世界の国内総生産 GDP と国民総所得 GNI のデータを使います。元のデータは Excel データです。中身を見てみると、世界の GDP のデータはこのようなデータになっています。世界の GNI のデータは2シートに分かれていて、
このようなデータになっています。どちらも完全に扱いやすい形式ではないため、データを取り込んだ後に少しデータ変換をしていきます。早速データの取り込みからしていきます。今回は Excel ファイルを取り込むので、ホームタブの Excel ブックを選択し、取り込む Excel ファイルを開きます。ナビゲーターで取り込む Excel のシートを選択します。今回は GDP、GNI のデータが入っている3-1、3-8-1、3-8-2の3つのシートにチェックを入れてデータの変換をクリックします。パワークエリエディターが開き、選択した3つのシートが読み込まれました。このパワークエリエディターでデータの変換をしていきます。まずは 3-1 の GDP データを見ていきます。最初に一番上の行は不要なので、ホームタブの行の削除から上位の行の削除を選択して上1行を削除します。ちなみにパワークエリエディターで行った操作はすべて右の適用したステップに記録されています。誤った操作をした場合、ステップを選択して×をクリックすることで取り消すことができます。次に一番上に来た行をヘッダーにしたいので、ホームタブの1行目をヘッダーとして使用をクリックします。続いて一番左の国括弧地域の列を見てみます。日本、韓国、中国などはすべてアジアと表示したいです。こういう時は列を選択し、変換タブのフィルから下を選択すると、選択した列に入っている値を下の空白セルにコピーしてくれます。次に世界全体のデータは不要なので、上の6行は削除してしまいます。先ほどと同様に行の削除、上位の行の削除から上6行を削除してしまいます。また列名をダブルクリックして変更しておきます。国のデータがないヌルのセルがあるのでフィルターでヌルのチェックを外して取り除きます。また一番右の不要な列はデリートキーで削除します。だいたいデータが整ってきましたが、最後に年度ごとの GDP データを縦に持ちたいと思います。先ほど話した扱いやすいデータの形式を思い出してください。どういうことかというと、年の列を追加して日本の2015年度の GDP、 2016年度の GDP というようにすべて縦にデータを持つ方が扱いやすいのです。縦に持ちたい2015から2019の列を選択し、変換タブから列のピボット解除、選択した列のみをピボット解除をクリックします。これでデータを縦に変換することができました。ピボット解除された列をダブルクリックして列名を変えておきます。最後に左のクエリにある3-1を分かりやすいテーブル名に変えておきます。 GDP データの変換はひとまず完了です。続いて国民総所得 GNI のデータ変換もしていきます。 GNI のデータは2つのテーブルに分かれているので最終的に1つに結合します。まずは一方のテーブルを選択します。上位2行のデータは不要なので削除します。
番上の行をヘッダーとして使用します。ヌルデータの入っている行は不要なのでフィルターで取り除きます。日本に A という不要な値が入っているので、これは値の置換で日本に修正しておきます。国名の列は列名を変えておきます。同様の操作をもう一つのシートでも行います。2つのテーブルを結合するにはホームタブのクエリの追加をクリックします。結合するもう一方のテーブルを選択します。これで2つのテーブルが1つに結合されました。右側の不要な列はすべてデリートキーで削除してしまいます。アンダーバーがついている年は国民1人当たりの所得になります。今回はデータを簡単にするため、これも一緒に削除してしまいます。データを縦に持ちたいため、先ほどと同じように年の列を選択し、データの変換から列のピボット解除を行います。属性、値の列をダブルクリックして列名を変えておきます。GNI データの変換もこれで一旦完了しました。最後にクエリでテーブル名を分かりやすく変更しておきます。それぞれのデータの変換が終わりましたが、最後に次の操作で行うデータの紐付け、リレーションの準備をします。今回世界の GDP と GNI のデータを国名で紐付けたいと思います。そのため今回作った2つのテーブルとは別に国・地域一覧のテーブルも作ります。世界の GDP テーブルを選択して右クリックから複製をします。地域・国以外の列は削除します。国はホームタブの行の削除から重複を削除します。テーブル名を分かりやすく変えておきます。これで Power Query Editor でのデータの変換は終わりましたので、ホームタブの閉じて適用をクリックしてデータを適用します。続いてデータの紐付け、リレーションを行います。今回のデータの紐付けのイメージはこんな感じになります。国地域一覧の国名と GDP、GNI の国名の列を紐付けます。 Power BI デスクトップの左側で、今はレポートタブを開いていますが、一番下のモデルタブを開きます。3-8の2は今回不要なテーブルなので右クリックで削除しておきます。データの紐付け、リレーションのやり方は、紐付けたいテーブルの列を選択してもう一方の列にドラッグ&ドロップするだけです。国・地域一覧の国列とGDP の国列、GNI の国列をリレーションします。
これで GDP と GNI のデータのリレーションができました。ここまで来たら、いよいよレポート作成になります。また、左側のレポートタブをクリックしてください。レポートの作り方は、視覚化から好きなグラフを選択して、一番右のフィールドからデータを入れていきます。例えば、視覚化の折れ線グラフ及び集合縦棒グラフを選択してみます。共通軸に地域、国を入れてみます。各棒の値には GDP、線の値には GNI を入れてみます。このようなグラフが作成できました。共通軸に地域、国を入れましたが、これによりドリルダウンという機能が使えます。ドリルダウンとは、例えばアジアの地域を見たいとき、下矢印のドリルダウンをオンにしてアジアをクリックすると、アジア地域の国に階層を下げてみることができます。とても便利な機能だと思います。いろいろな視覚化を使ったレポートの作成については、また別の動画にまとめようと思います。今回はひとまずこのようなレポートを作ってみたので、これを最後にクラウド上の Power BI サービスに発行してみたいと思います。Power BI デスクトップの発行から発行先のワークスペースを選択します。ワークスペースとは、他の人とレポートを共有したり、共同で作業するための場所です。Power BI 無料版を使っている場合、My Workspace という自分だけの作業場所にだけレポートを発行することができます。今回はこの My Workspace に発行してみたいと思います。My Workspace を選択して選択をクリックします。発行に成功したら、成功しましたと表示されるので、リンクをクリックすると、ウェブブラウザ上で発行されたレポートを見ることができます。レポートを共有したいときは、ワークスペースにアクセス権を付与したり、レポートの共有をクリックして、リンクを共有することでできます。ワークスペースやレポートの共有についても、また別の動画で説明したいと思います。最後になりますが、具体的なレポートのイメージがない場合、とりあえず持っているデータを取り込んで、レポートを作りながら分析していくやり方でも良いと思います。レポートでデータを可視化すると、新たな知見が得られたり、さらに別のデータを合わせてみたくなったりと、分析が深まっていくこともあると思います。Power BI を使ってみることで、操作方法もだんだん分かってくるので、まずは使ってみてもらえればと思います。今回使ったオープンデータのリンクも概要欄に貼っておきますので参考にしてください。今後も Power BI の細かい操作やエラーの対処法などいろいろな操作方法を紹介していきます。本日はありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録もお願いします。